ずっと後悔していた。あの時私があんなことを言わなければ、アスナをこんな残酷な世界に閉じ込めることなんてなかったって。さよなら、アスナ。エカ、今日中に5層まで行くで。今はまだまだ種まきなんですよ。奴らには殺し合いをするところまで行ってほしいんだけどな。仮想現実のデスゲームの世界。殺し合いをさせたいって、そんなことして何になるっていうの。みんな攻略に慣れてきた。そういう隙をあいつらは。いや、このゲームはついてくるって気がしてならないんだ。ファルド、その話を聞いた以上俺は黙っているわけにはいかない。そんなことしたら戦争になりかねんで。この世界はいずれゲーム攻略どころじゃなくなる。早く外で歌いしようを今聞いて。下の層で解放されるのを待っている。何千もの人たちを裏切るわけにはいきません。データと全然違う。ソードアートオンラインプログレッシブ、暗き夕闇のスケルツォ。